香川乳腺クリニックでは採血をすると結果をこのような紙でお渡ししていますお渡しする時に内容説明できるだけ詳しくねしているつもりですそしてその結果の裏にはこのように解説文がありますしかしながらなかなかねこの解説文を見ても説明を聞いてもよくわからないなぁということが多いと思います えー、そこで今回は採血結果の見方について2回につい分けて説明をしていますのでどうぞご覧になってください皆さんこんにちは香川乳腺クリニックの乳がんガイドライン勉強会です、えー、今日は 採血結果をもらったらの使用マーカー以外の採血結果についてお話しします。ぜひお手元にね、採血結果の紙を持ってご覧になってください。あくまでも香川乳腺クリニックの考え方ですのでご注意ください。 なんで採血するのかなというふうな質問がよくあります。目的は3つです。乳がんの再発、薬の副作用、そして全身状態。この3つです。実際にはね、こういった採血結果をお渡ししています。主要マーカーの部分では乳がんの再発、それ以外の部分で 薬の副作用と全身状態。こちらをチェックしています。今日はこの部分ですね、えー。実際に詳しく見ていくと、この緑の上の部分、こちらは肝機能を表しています。大きくすると、このような、ね、内容になっています。詳しく見ていくと、まず上の2つ、 AST, ALT。昔では GOT, GPT と言われています。これは肝細胞の障害を表しています。だから、ここのデータがすごく高くなってくると、肝細胞が障害を受けているんだね、ということがわかります。その下、LDH。こちらは細胞の障害。 え、肝臓だけではなくて、心臓や筋肉や肺、白血球など、こういったところが、脳細胞が障害されても上がってきます。その下、ALP、アルカリフォスパターゼと言いますが、これは肝臓の中でも胆道系、えー、胆脳や胆管ですね。それから骨、 の方でも上がってきます。えー、骨粗鬆症、骨への転移等々で上がってくることがあります。その下、ガンマ GTP。これもね、上の ALP と同じように肝臓の中でも胆動系なんですが、えー、薬剤性、脂肪肝、アルコール性などの肝障害で上がってきます。 えー、よく聞いたことがある方は、お酒飲みの人がね、えー、酒飲みすぎてガンマが上がったわっていうふうにね、やや自慢げに、えー、お話しされているのを聞いたことがある人も乗ってだと思いますが、えー、あの時に出てくるアルコール性の肝障害、ガンマ GTP です。なぜ肝機能を見るかというと、主に薬の副作用、 特にホルモン療法を飲んでいる方、肝機能が上がることがあります。えー、その中でもタモキシフェンは脂肪肝になりやすい。そしてガンマ GTP が上がるということが分かっています。えー、多くの、ね、タモキシフェン飲んでいる方、ガンマ GTP に印がついて50近くまでなっている方が、 結構おられます。その程度だったら問題ないんですが、未、えー、桁になったり、で、ガンマ GTP に伴って肝障害の値、肝細胞の障害、GOT や GPT が上がっているという方もおられます、えー。あまりひどい場合には薬の変更、休薬、それから、えー、肝臓の障害を保護する。 少し守るような薬を追加することもあります。その下、脂質です。えー、こちらでは HDL コレステロール。これが良いコレステロールです。そして LDL コレステロールが悪玉のコレステロールになります。 以前もね、少しお話しましたが、アロマターゼ阻害剤では、コレステロール値が高くなることがあります。詳しくは、ホルモン療法薬の3を見てください。詳しくお話ししていくと、えー、体でね、吸収されたエネルギー分が肝臓で えー、保管されてそしてエネルギーとして全身に回っていきます、えー、当然ま血管の中をぐるぐるっと回っていくんですがその時に運び出していくのが LDL コレステロールそして不必要な部分を持って帰るのが HDL コレステロールと思ってください そしてさらに重要な点は、エストロゲンには悪玉コレステロールを調整する力があって、特に下げて調整するという作用があります。なので、閉経すると悪玉コレステロールが上がってきます。まあ、それだけだとまだしも、アロマターゼ阻害剤は、 エストロゲンをさらに下げる作用があるので、閉経した上にホルモン療法のアロマターゼ阻害剤を飲んでいるともっと上がってきます。ということは、血管の中にコレステロールが溜まってしまって動脈硬化になりやすくなるというわけです。この脂質の部分では、 悪玉コレステロールがすごい異常値かどうかということとそれから LH 比これを見てください LH 比は何かというと善玉良い,いコレステロールに対して悪玉のコレステロールがどのぐらいの割合であるかというものを見たものです大体1.522.5で分けます 2より高ければそれにいいコレステロールより悪玉のコレステロールが2倍以上あればコレステロールの蓄積があって動脈硬化が起こる疑いがありますよということになります1.5よりも低ければこれは血管の中にコレステロール溜まってないので健康で綺麗ですよ というふうに言われています2.5なんか超えようもんならもう血栓ができている可能性がありますよという恐ろしい状態ですねこのように2以上になっているとレッドカード1.5より低ければセーフですが1.5から2の間はイエローカードですご自分でちょっとね計算してみてください えー、さらにその下、ここは、えー、腎機能と電解質になります。これはなぜ調べるかというと、まあ、大事な、ね、腎臓の機能ですが、主に薬の副作用をチェックするとき、えー、特に骨粗しょう症の治療薬など、飲んでいる方、ね、多いと思いますが、 これらを飲むと腎機能が悪くなることも稀にありますビタミン D でも腎機能に影響があるビタミンだからいいんじゃないかと思う方もおられますが影響があるということが分かってますので長期に飲んでおられる方は必ずチェックしておいてくださいそれからその下の部分これは糖尿病を調べたものです ま皆さんよくご存知だと思いますが、ヘモグロビン A1C という値を特に重視してみています。最近1、2ヶ月の血糖の平均値を表しているというデータであります。えー、やはりね、あの乳がんの術後の患者さん、ね、見させてもらっていると、糖尿病を発症する方は非常に多いです。 まあそういうご年齢の方も、ということもあるんだと思いますが、えー、成人病の中まで皆さんなる可能性もありますので、生活習慣病にも気をつけていきましょう。はい、それでは、真ん中の部分、紫の部分です。ここは白血球や赤血球などを見ています。 えー、ここの部分、ヘモグロービン、ヘマトクリットというところは貧血があるかないかというのを見ています。そしてその下の MCV、MCH、MCHC、これは貧血の原因は何かなということを調べるために測っています。えー、ですので、貧血がない方はここはあまり気にしなくても良いです。 ねえー、結構ね印がつく場合が多いんですが貧血があればその原因が何かな鉄欠乏性かなどうかなということも調べていきましょうねえーまあ、実は貧血が起きるということは閉経後の方であれば何かね出血以外の原因もあるということになりますので、えー、今までもね白血病が分かったり 白血球の数がね、急に増えたり減ったりというのが長く続いたり、貧血が進行したりということで、えー、そういう病気が分かったり、多発性骨髄腫が分かったりという方も、えー、数名おられますので、ここのチェックも必要になります。はい、以上ですが、えー、今日のまとめです。腫、え、瘍、ー、マーカー以外の採血では、 薬の副作用や全身状態、生活習慣病、他の疾患などが分かる場合があります。えー、症状に応じて採血内容を追加します。他の医療機関で定期的に、まあ、例えば内科でも定期的に採血しているよっていうような場合では、 えー、採決内容を減らしたり、もしくは頻度を減らしたりしますので、遠慮なくね、申し出てください。はい、以上です。ありがとうございました。